入電。オブジェクトボールはピラミッドスポットに置かれたです。達する。フェーズ3発動。これより本艦は最大戦速で敵警戒中域に突入。ネオジオン拠点に対しハイパーメガ粒子砲による攻撃を実施する。作戦の成否はこの一撃で決まる。全乗組員の奮起を期待する。ナシリ隊、フェーズ2に移行開始。よし、私は目標回収ポイントへ向かう。バナージリンクスの収容が確認され次第、本機はチームアルファと共にガンダム奪還の任に当たります。一撃離脱の作戦だ。先遣隊がパラオの4つの小惑星を分断したところへハイパーメガ粒子砲を打ち込んで軍港を封鎖する。その間にバナージリンクスとユニコーンを回収する手はずだ。パラオの軍事施設だけを奇襲するのですよね。ああ、連邦にだってスパイはいる。居住ブロックに被害を出すような作戦は立てないさ。万一の時は一人ででも知らせに戻るって顔だな。信じてもらうしかない。最接近していると言っても地球までは2日かかる。水と食料も最低限しか。覚悟はできています。どういうこと少尉さん。捕虜を逃がすつもり？その子をどこへ連れて行くの？待ってくれ、詳しいことは話せないが。リディ少尉、私たちは地球へ行きます。少尉は私と行動を共にするだけで、決して連邦をあなた方を裏切るわけではありません。この状況の中で私の立場でしかできないことがあると考えました。リディ少尉もジオンのお姫様の言うことなんて信じられるわけないじゃない。とても大切なことなの。これ以上大きな戦争にしないために今はこうするしかないんです。ミコトさん、許したと思わないで。貸しにしとくわ。地球でしっかりあなたの責任を果たしてきて。父ちゃん、急な命令って何？帰ってきたばっかりなのになんで。大丈夫だ、心配ない。母ちゃんたちを頼むぞ。あの小僧が逃げ出したか。申し訳ありません。このパラオからは出られんさ。だがそんな度胸があったとはな。シャフト部に爆発の光を観測。まもなく敵警戒中域、機関停止。管制航行をはじめ全動力をハイパーメガ粒子砲へ。ミノフスキー粒子戦闘濃度3分、モビルスーツ隊順次発進。発射準備よし。予定ポイント到達と同時に攻撃始め。射線から離れるよ。
三日崎に再通達。了解。ブリッジより各機、これよりハイパーメガ粒子砲を発射する。ポイント到達まで48 47 46 44 43 44 43 48 37 36 38。殿下、あなたの口から真実を伝えていただきたい。この宇宙世紀を生きる人々へ、あなた自身の言葉で。こんなはずじゃなかったぞ。あれは呪いじゃなくて祈りだったんだ。ニュータイプなんてものが生まれてこなければ。リリーさん、あなただってニュータイプだ。このサイコフレームの光はあなたの中から発している。しゃべるな。なぜ貴様なのだ。望んでもいない貴様が。お前は光だ。悲しみすら糧として道を照らせ。姫様と二人で。マリーダ、ごめんなさい。俺は何をしたんだ。約束して、必ず私のところに帰ってくるって。2機のガンダムが揃って立てつくか。人の総意の器であるこの私に。やるぞバナージ。この光は俺たちだけが生み出しているものじゃない。分かってます。みんながこの中に。ユニコーン。奇跡もまた繰り返す。